パラポネラはアリの一種である。ニカラグアからパラグアイまでの湿潤な低地タウリンに生息する。刺された痛みが24時間続くことから、現地ではオーミガーベンティークアトロという名を持つ。また、英語ではレッサージャイアントハンティングアントと呼ばれる。白線は2センチメートル。パラポネラクレバータ、ミュージアムスペシメン働きアリは1830ミ、mm、リメートル。 赤黒く眼鏡である。肉食性であり、他の原始的なアリと同じクカウストによる多形を示さない。上アリは、働きアリと比べそれほど大きくない。巣は、樹木の根元に作られ、数百から千匹程度のアリが属する。働きアリはその樹木に登って、小型接触動物や、肝炉などを接触する。肝炉は主要な餌であり、大顎の間に挟んで運ぶ。 樹冠にまで登ることもあるが、地上では活動しない。パナマのバロコロラド島とコスタリカで行われた2つの研究では、1ヘクタールあたり4つの巣が確認された。BCI では、巣は70種の肝と、6種の低木、2種の鶴生、肝と、1種のヤシの下で見られた。最も巣の数が多かったのは、アカネ科のファーマやオキデンタリスと先端科のトライキリア、 トゥーバー・アキアラタの下だったが、これは BCI の森に最も多い樹種である。巣の出現頻度が高かった樹種は、アカネカのアルサイス・ブラッキーアナ、三遊家族の食べるナイモンタのアルボレーア、肉づくカノバーラ・セベフェラ、先端カノグワリア・クイドニア、ヤシカノイーナ・カーペス・マポラなどであった。樹木への選択性はそれほど強くないと考えられるが、BCI での調査では、 万根や加害密線を持つ樹木が好まれるようである。本種に刺された時の痛みは、あらゆる鉢アリの中で最大であるとされ、シュミット指数では、オーベッコっバ鉢の上である、4とされている。ペプチド精神経毒のポネラトキシンが単理されており、電位依存性の n a イオンチャンネルに作用して、神経伝達を阻害する。この毒を医療に応用する研究も進められている。 ブラジルの先住民族サテレ・モーェは、戦士となるための通過儀礼に本詞を用いる。まず植物性抽出物を用いて、アリに麻酔をかけ、ヤシの葉に縫い込む。次に、針が内側を向くような手袋の形に整える。アリの麻酔が溶けた後で手袋に手を挿入し、10分程度耐える。この地震からの保護として、手に墨を塗ることが認められる。 儀式の後数日は手にしびれが残るという。この儀式を20回、数ヶ月から数年かけて行うことで、通過儀礼が完了する。本種は攻撃的であり、隣接する巣の間での戦いがよく起こるため、負傷した働きありが多く発生する。アップセファラスパラポネラエは、このような負傷した働きありに寄生する1.5から2ミリメートルの飲みエカのハエである。 天井なアリはハエを追い払うことができるので、寄生されないが、人工的に寄生させることは可能である。このハエは傷ついたアリの匂いに誘引され、そこで接触、交尾、産卵が行われる。潰したアリには2から3分のうちに10匹近くのハエが群がる。アリ1匹あたり20匹の幼虫が寄生する。ありがとうございます。